ビールお姉さん小川梨沙のビアフライトの時間。ビールお姉さん小川梨沙のビアフライトの時間です。皆さんこんばんは、小川梨沙です。みんな今日も飲みよる？今日はね、私はねパンを食べようかなと思いまして、ね、なんかねすごいよく通る場所でいい香りがするなーってずっと気になってたとこがあり、そこのパンをね今日はねいろいろと買ってみました。今日買ったパンお披露目、白身魚とクロワッサン、ガーリックフランス、フライドチキン、ささみフライ大葉入り、ピロシキ、懐かしいピロシキ、懐かしのなんかこういうドーナツ、こんなに買ってしもうって。でもね一個一個がさ結構リーズナブルで100円前後なんよね。だけいろいろ買ったけどこれ800円ぐらいでした。今日はねこのパンを食べながらねビールを飲もうかなと思います。ということで乾杯しましょう。じゃあね、ちょっとね小麦に合わせて1杯目小麦のビールにしようかなと思います。バイスツラタール、オーストリアのビールです。オーストリアのビールってなんかそんなにお店で見ない気がする。ちょっとね今日はねこんな渋いグラスで札幌ダガービール、いわゆる赤星のグラス、これね北海道土産にもらったやつです。それで1杯目、おっ、おすごい泡だ。これは冷蔵庫から出してちょっと時間を置いたからなのか、それとも小麦による泡立ちなのか。小麦を使ったビールって結構泡立ちがいいんですよね。あ、早くビールを飲みたくて生唾が出ちゃいました。この泡が消えるのを待つ時間がもどかしい。はよ、はよ消えておくれ。すごいな泡立ち。おー、ちょっと泡多いけど。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。いい香り、フルーティー。あー、爽やか。酸味がいい、酸味と甘みがあり柔らかな口当たりで、このねなかなか消えない泡がいい。そんでほんのりね酸味があるんですよ。爽やかな酸味が、スパイとかじゃなくて本当に柔らかな、まろやかな、マイルドな酸味が美味しいね。大麦と小麦を使ったオーストリアのビール、アルコール度数は 5%。 さあそれでは1個目のパン、大葉とささみのフライですね。いただきます。うん、うまい。パンと揚げ物、なんでこんな合うんでしょうね。クロワッサン、ミニクロワッサン。あちこち揚げ散らかして贅沢だわ。いただき。優しい甘みが、なんこれ美味しい。なんかね、クロワッサンと食パンが美味しいとこは美味しい気がする。パンとビールを一緒に楽しむってあんまりなかったけど、楽しいね。パンとビール。そしてあっという間に1本空いちゃいますな。まずは2杯目のビールだな。次何飲もうかな。ピロシキ食べたい。ピロシキ食べたい。JR の駅内に入ってるコンビニ、ニューデイズ。限定って言ってこれね見つけたんやけど、新橋 SL ビール、めっちゃ可愛くない、ね、これ SL のさこういう色合いとか手書き感がバリ可愛いって思って、アクション大魔王のさランプみたいなのがおるんよここに。ヘンシー IPA、 アルコール度数 7% ってねちょっと高めなんよね。これがサラリーマンの聖地新橋の象徴となるビールを作り、新橋地区を元気にしたいというコンセプトから誕生。原料の一部に新橋と縁の深い福島県いわき市のお米を使用してます。ね、モザイクホップが使われてて、このモザイクホップっていうのが結構トロピカルな香り、なんかねフルーティーでマンゴーとかピーチとかそういう香りが特徴のビールなんよね。あとシトラ、
シトラも使ってる。シトラは結構柑橘系の香りがするホップで、これを贅沢に使ってるんだって。だからもう本当に香りがすごい特徴的なんだと思う。あ、出来上がった新橋の、新橋の、ね、駅前にね、新橋の象徴となる SL が置いてあるんですよ。それをコンセプトにした。あ、ミックスジュースの匂いがする。これがビールの香りだろう。すごい大好きなタイプの香り。また売ってたら買ってこよう。これじゃあいただきます。あ、何もうミックスジュースじゃん。とても好みです。大好きな味。苦味控えめって書いてあるけど、割としっかり苦味あるかも。うわ、これとても好き。めっちゃ好きだわ。ピロシキ、うんうん、懐かしい。そうだ、ピロシキってこんな味だった。おいしい。もちこー地ビールコモバイチェンストロング。バイチェンってさ、だいたい柔らかいような味わいが特徴のビールなんやけど、ストロングときましたよ。あ、いっぱいパンいろいろ開けてご満悦。白身フライ、イエイ。ではでは。ねえ、硬かった。バイチェンストロングの濃縮版小麦麦芽使用によるパンのようなまったりと濃厚甘みのある味は今日のおつまみにぴったりじゃない。パンのような、え、これパンだね。パンの香りがしてるのか、ビールの香りがパンっぽいのか、どっち、どっちなの。濃い、これまた濃いばい。こりゃ濃いね。すっごい濃いよ。乾杯。はー、すごいイースト菌みたいな、すごいパンみたいな匂いする。本当にパンみたいな柔らかい優しい甘みと、イースト菌みたいな、イースト酵母みたいな、酵母みたいな香りがするよ。めっちゃうまい。なんかこれめっちゃ美味しい。もちこーじビール酵母、福岡、私の地元です。福岡の北九州のもちこーで作られてるビールなんですけど、あー、めちゃくちゃうまい。福岡特集の時はこのじビール酵母のビール紹介してたんですけど、それでね、6本頼んでて、その時ね、4本しか多分紹介しとらんかったんよね。そうね、まだね、残しておいたんですよ、これを。あー、すごいこれ。ギュギュッと詰まった白身フライいただきます。最高。はみ出しているマヨネーズがとてもいい仕事をしている。今日はコメント返しでもしようかな、同時進行で。今日の A さん、見た目を裏切るお味ですか。どんなビールなんだろう。お楽しみがまた増えました。こんな裏切りなら何でもでも食らいたいですね。見た目あるあるは、さすが安定してますね。ありがとうございます。じゃあそのインタビュー動画でね、紹介してたのナイトラリーを見ましょう。これはね、もう完全にデザートビールです。色はね、もう真っ黒。結構ね、黒ビールっていうとどっしりと構えてるというか、濃くて重たいイメージがあると思うんですけれども、これはね、いわゆる黒ビールとはまた全然イメージが違うと思います。ね、ホッピンガレージっていう、札幌ビール の新しいブランドで、皆さんのビールが大好きな方のビールのストーリー、思い出とかを、それをビールのレシピに生かすっていうね、すごい斬新で素敵な企画をしているブランドなんですけれども、その中の一つとして商品化したのがこのナイトラリーというビールです、ね、ホッピンガレージではね、乾杯の代わりにね、発声が決まってるんですよ。私がホッピーンと言ったら、皆さんで一緒にガレージと言ってください。じゃあ皆さん一緒に言ってくれるかな。いくよ、ホッピーン、ガレージ。
しっかりとチェリーの甘み、酸味、甘酸っぱさを感じて、で甘いんだけどネチョネチョしない、伝わるかな、あのね、デザートビールとかでたまにすごい甘みが強いやつってちょっと糖のねっとっとした感じが残っててネチョネチョするやつもあるんですよ。でもこれはそうじゃなくって後味はさっぱりしてるんです。甘酸っぱい香りも風味も味わいもあるんだけど、でも後味はさっぱりしてすっきり飲めるっていう、なんかね、大人のデザートドリンクっていう感じで、苦味はほとんどないのでカクテル感覚で、割とさっぱりとしたカクテル感覚でビールが苦手な人でも飲めるかなっていう。こんな真っ黒な見た目でまずチェリーの味がするって思わないじゃないですか。やっぱり見た目とのね、ギャップですよね、裏切りですよね。今日も美味しくいただきました。ごちそうさまでした。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が気に入ったよという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価とコメントもお待ちしております。じゃあ今日はクイズを出そうかな。今日もいろんなビールを飲みましたが、ビールの起源についての問題です。ビールっていうのは偶然出来上がったのが始まりでした。ではそのビールはどうやってたまたま出来上がったんでしょうか。考えてみてください。今日はね、パン飲みでしたね。まあこれがヒントです。ぜひこれこそが答えだと思うことをコメントで書いてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。